デーブ・クーリエ、1959年9月21日隊は、アメリカ合衆国ミシガン州セントクレア・ショアーズ生まれのコメディアン、俳優、声優。フルハウスのジョー・イグラト・ストーン役で知られる。身長180センチメートル。ミシガン州、ハーパーウッズのノートルダム高等学校を1977年に卒業した。昼食中に、 高校の放送室で校長のモノマネやリポートをすることで彼の道は開かれた。1979年、クーリエはスクービー・ドゥーでの声の出演でデビューする。デビュー後は口コミにより評判となっていったが、1987年開始のシチュエーションコメディフルハウスにおいてジョーイ・グラッド・ストン役を演じたことにより彼の名声は一層のものとなった。 1995年に放送終了まですべての回に出演した。フルハウス出演中、ゴーストバスターズシリーズのテレビアニメ、リアルゴーストバスターズに、ピーター・ベンクマン博士の声役で出演した。加えて、テレビ映画、ヨギー・ベア・ザ・マジカル・フライト・オブ・ザ・スプリウース・グースや、子供向け番組シリーズ、アウト・オブ・コントロールにも出演したほか、ABC のバラエティ番組、 アメリカズファニーストピープルの司会も務めた。しかし、フルハウスの終了と同時に、レギュラー番組を失い、さらには、舞台で、大勢の観客を見た際に恐怖心を覚えたため、約10年にわたって舞台に立てなくなってしまう。その後は、声優や俳役などを演じて細々と活動し、アニメーション映画、エクストリームゴーストバスターズに、ピーター・ベンクマン博士役で、声の出演。 テレビアニメ、ティーン・タイタンズへのゲスト出演などをしていた。2004年、テレビに戻ってきたクーリエは、リアリティ番組、ザ・サー・リアル・ライフの第3シーズンに出演して、再び注目を浴びた。同年、フォックス局の番組で、オリンピックメダリストのナンシー・ケイリガンと共演した。2006年には、フルハウスで共演したボブ・サゲットの監督作品、童貞ペンギンでも、 声優として出演している。インターネットの番組にも出演することがあり、2011年に、ジョディ・スウィーティンと一緒に、Can't Get Arested をインターネット上で公開。2012年には、コメディサイト、ファニーをアダイにアンドリア・バーバーと一緒に出演し、フルハウスのジョイとキミーが結婚したというネタを展開した。2016年には、フルハウスのスピンオフシリーズ、フラーハウスに、 上位役で出演している。フルハウスで上位を、等身大で演じたため、ファミリー向けの健全で、クリーンなコメディを展開することで知られており、幅広い声真似を得意とすることでも有名である。キャッチフレーズとして、フルハウスでたびたび発していた、カット・イット・アウトが有名である。手の動きと声で人気を博した。クーリエは1990年に、ファッションモデルのジェイン・モディーンと結婚したが、 2年後に離婚した。この時長男のリュックが生まれた。離婚後、アラニス・モリセットと短期間交際していたが、別れた後にモリセットが発表した、ユー・オー・タ・ノーの中で、クーリエとの別れが歌われ、後に、クーリエは恋人時代のパーソナルなことが歌われていたことに、驚いたと語っている。2014年に、写真家及びプロデューサーのメリッサブリングと結婚した。また、 クーリエは大のアイスホッケー好き、デトロイト・レッド・ウィングスの大ファンということもあって、ジェイソン・プレストリー、マシュー・ペリー、アー・レン・チック、マイケル・ジェイ・フォックス、マイケル・キートン、リチャード・デーン・アンダーソンらと共にセレブリティオースルターズ、ホッケーチームの一員であった。2002年には、NHL オールスター・セレブリティ・チャレンジという、子供たちによるチームと対抗する、賞金付きホッケー大会に出場した。 またフルハウスで共演したキャンディス、キャメロンブレトとワレリー・ブレを引き合わせたのも彼である。チャリティ活動に積極的で1996年にクーリー駅金を設立し寄付金集めを行っていたがセリブを招待するための費用がかさんだことから2002年に基金を終了する。その後は小児病棟を訪問してモノマネを披露する活動を行っている。 2000年には子供たちのためのエンターテイメント企業 F3 エンターテイメントを設立した。現在はクリーン外 TEB の CEO である。ありがとうございます。